ございますえーマスタートです。えーノーの,の応援してお送りしています。一分間にとく。えー一票えー、っと、これはニュースユータ択です。い間違えました。えー、ボクダン、ウクライナから、これ、昨日の朝ですね。今日は12日ですけど、11日の朝ですね。朝、拝聴しましたけど、1日遅れとなりますけど、ウ、えー、クライナ軍頑張ってますね。えー、ボクダンさん、ラムスタイン会議では、この、ウクライナのゼレンスキー大統領のこの処理計画が、もう、 えー、A プランよりも B, B プランですねもうウクライナが頑張ってるということで頑張って、えーえー、ウクライナ内で自立というそういう方向 のの話もありまましたけど、えー、こウクライナ頑張ってます。僕らにウクライナよりウクライナ軍の大反撃ロシアのこのハンスク軍事空港の空爆に成功、えー、57機の戦闘機弾薬庫破壊、えー、パイロット育成施設も破壊、えー、し戦況に大きな変化が生まれるのか、えー、この空爆成功の裏には米国の情報提供が関与。 ということで、えー、アメリカがなかなか長距離兵器をこの許可しませんけど、まあ、代わりに、えー、情報を与えて、えー、この特に、えー、ウクライナのドローンでこの爆撃ここのこの,、えー、このあれですね、えー、この航空基地ですねそういう戦闘能力を削ぐということで、えー、それをそ,そこにまあこのロシアのこのねですね破滅ですね破滅に向かわせるということでアメリカはあまり関与していないということで、えー このロシアのこの映画家にというそういう見方もあるということで、まあなるほどなということで、このクライナー頑張ってますね。この特にハンクス、そしてこのトロペツの方からダニャこの前回三回所、今回この またこの無人機ですね、えー、成功を上げてますので引き続きクルスクではもう動きはないですけど東部ではまあ苦戦していますけど、えー、このウクライナこの反転攻勢じゃないですけどロ、えー、シアは経済を2025年にはもう崩壊という見方もありますので、えー、このしぶとくうもう一歩一歩ですね、えー、この絶対にこの、えー、プーチンがこのお2014年の クリミア一方的なクリミア併合そしてドンバスの部分戦争今回の全面戦争絶対にプーチチ力による現状変更を許すわけじゃないですね、えー、許すものじゃないですそしてこの、えー、許してならないですねそしてこの ソ連崩壊時のウクライナの完全な主権の回復ですね。はい、爆弾ウクライナからこのウクライナ軍大反撃ロシアのこのハンスク軍事空港の空爆に成功。五十七機の戦闘機弾薬庫を破壊。パイルット育成施設も破壊し、状況に大きな変化が訪れるのか。空爆成功の裏には米国の情報提供が関与ということで引き続きこの爆弾ウクライナ。 ウクライナに栄光あれですね。ウクライナに平和、えー、マスターとです。マスターとの,の y o u t u b チャンネル登録、ま、たコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします。えー、また次回のニュース4択で、えー、お会いいたしましょう。マスタートでした。シェゲレスパシャンレゼシャロム、シャロム、シャロム。